皆様こんにちは。小野寺修司です。浅野和之です。今までずっと再演ならずで、それは温めていてくれたのか。いや、そうです。でも他の作品は結構再演多かったでしょ。ハローの霊だけ再演してなくて、ちょうどヒットしてたんですか。いや、忙しいからですよ。浅野さんが忙しいので、いや。でもあのね、あの年齢もいろいろ上がってきて本当に、ギリギリのところまで来てるかなっていう感じは。いやっておっしゃってたんで。いやでもね、大丈夫ですよ。もういやでも全然、この間も見てて本当になんかあんまり、まあそう言っちゃうと麿赤兒さんとか、まあ亡くなりましたけど大野和夫先生とか、そういう身体表現でも全然上限ないんだなっていうか、それ考えると浅野さんも全然、いやもう大丈夫ですよ。そう言ったらまだ若い頃のプリテスですよね。自分もでも年取ってきて、なんか40歳超えたあたりぐらいからなんか体がやっぱり落ちてくっていうか、その昔ほど走れなくなったり止まれなくなったりっていうんですけど、でもやっぱり続けたいじゃないですか。でその時にすごく僕は浅野さんに勇気をもらうっていうか、まだいけるんだなっていうか。いやまあ無理してるというか。ただカラマーゾフってそれこそ新国立で一緒にやらせてもらった時も、まあできるだけ浅野さんが刺激的な方を入れたくて、ダンサーでも僕の好きな人をまあいっぱい参加してもらうんですけど、それ見てすごい一番負けたくない感じでしたよね。で全部モノマネしてそれがすごい。でも結果若い人たちがそれで生き方とは言わないんですけど、あこうやって稽古場ってやっていくんだなみたいなのが結果を襲われるのはすごくいいチャンスだなと思って、今回は一応いろんなところでセリフがあるって出ちゃってるんです。え誰がそんなこと言ったらセリフあるって。これ大元はセリフが一切ないお芝居で、身体表現だけど、ちょっとアナウンサーみたいな喋るシーンみたいなのがあったので、一応言葉はあるんですけどセリフではなかったん でまだちょっと今の時点では言えないんですけど、でもせっかく浅野さんもいるし高知くんもいるし、もうちょっとセリフ、あれから随分セリフを使うってことも少しいろいろ試してみた中で、もう量は圧倒的に少ないと思うんですけど、それを全部なしでやろうって最初から決めなくていいかなと思ってて、でまあちょっと今テキストを作ってもらったりっていう作業も他の現場でやってるんで、なんかそういう実験の上ではちょっと一回試してみようかなっていうのはあるんで、まあそれはお待たせしました。はい、でもセリフ嫌ですよね。喋りたくないっていつもおっしゃるんで。やっぱ僕あるね、あそこが好きなんですよ。一部家がこう動いてみんながこうやって、あそこが僕ね見どころというかね、あれがですね、一番ね、はい、大変だったと思う。大変ですね、あれものすごい時間かかる。あれが一番ものすごい時間かかると思うけど、あれが僕、あそこがすごく好きでね。僕は浅野さんのソロが好きですけどね。本当にまあ内容は言わないですけど、僕は浅野さんのソロが大好きなんですけど。ソロね、ソロ、ダンスではないですけど、ソロが。新国立劇場、ダンス公演。ある女の家。ぜひいらしてください。